にちは。アリナオクリーナチャンネルのアリナです。皆さんお元気ですか？私、あとやっとキーフに戻ることを決めました。やったー。それが、はい、怖がっていますが、今、大体西側も危険になりましたし、キーフのうちをちょっとチェックして、今、安全なので、ちょっとだけ見てみ、見たいなと思います。それに西側でホテルばかりそうなので、その他の家庭はあまりなくて、もう、本気言うとお金ももうギリギリなので、できるだけ今、そういうチャンスがあるので、キーフに戻ります。皆さんのおかげで本当にいつもいつも元気を感じます。いつもいつも諦めなくて平和のために戦って平和のために戦います。はい、そのためになんか怖いけどやっぱりキーフに戻るには必要かと感じます。それにゲイチコさんが言った通りに今キーフの街を道もきれいにする力が必要なのでちょっとだけ私も掃除道の掃除をしたいと思います。はい、皆さんもいつも私のどこを見てくれていつも私のなんかウクライナのことも応援いただき誠にありがとうございます。パトリオンしてくれても大変助かります。はい、平和のために私たちは皆様と一緒に勝ちましょう。今はキーフに戻るトリップを見せたいと思います。ぜひ私と一緒にキーフに戻りましょう。
今爆弾がたくさんあります。見てください。見ましたか。それは黄色いのものが本当に爆弾があることが可能性が高いと書かれています。なので車から出るのは本当に危ない。なんかそのことになりました。まあ今は大丈夫です。まあ1時間半ぐらいがかかりましたが、まあ大そういうものです。あと4時間ぐらいでキーフに到着するかな。まあ夜までに到着すればそれでもいいです。はい、3時間くらい残りました。今、友達とチャットしてからもうキーフにたくさんの人が来たらしいので、もうキーフのセンターには絨毯があります。人が来られるのは良かったと思いますが、まあ安全とも言いませんね。みんなが、まあ、本当に自分の自宅をなんか懐かしくて、このチャンスがなんか戻るチャンスがあったすぐに自分の自宅に帰られるんですね。私も同じです。あ、クレイナの村。ちょっと窓を見るとちょっと平和っぽくて珍しい。
てもすごいです。春が来た。静かいいね。あと1時間半です。キーフに到着します。あー懐かしくてたまらないです。すぐキーフだ。あと少し、もう少しうちに到着します。あの52分くらいです。36km。 あと少し自分部屋に入ります。私の部屋はまあ無事にあればよかったのに。それも分かります。本当に分かりません。でも皆さんと一緒にチェックします。
キーフに到着しました。それは本当に嬉しいです。涙が出るほど嬉しいです。でも自分の家に帰ります。皆さんにもちょっと今のキーフを見せていきます。少々お待ちくださいませ。はい、これ、まあ、自宅まで20分くらいで、今はただキーフの景色を見てみましょう。まあ正直言うと、あ、そちらなんかキーフから出る列車、出る自動車がもっとたくさんがあります。なんか親しい眺めだ。たくさん車とニプロ川でも戦争の印もたくさんありますね。あそこはポドールです。なんて親しいウクライナです。特にキーフ、人がたくさんがいたら、自動車もたくさんがあれば、なんか本当にキーフが生きている姿を見てすごく嬉しいです。なんか今日の天気は私の気持ちを表ります。本当に私の心は今太陽が光っています。嬉しすぎます。自分の自宅をちょっとだけでも帰られます。あの明日とかさてはどうなのか分かりませんが、今私できるだけ自宅を守ってみせます。はい、で皆さんもキーフをちょっと見てみましょう。
の雰囲気をよく感じます。本当に言うと、まあ勝利の雰囲気も感じますが、それはまだまだですね。まだたくさんのことをしなくてはいけません。あと少し私のうちです。5分ぐらい、もう信じられません。もうなんて美しい岐阜だ。本当に岐阜はもう岐阜人の生活している姿は本当に誇りと思います。いや本当に自動車がたくさんありますね。私びっくりした、びっくりしました。本当あと少し、やっとやっと私のお家です。あそこだ、あそこ私のお家。早く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 。1ヶ月半ぐらい自宅にいませんでした。